はい、えーホワイトベース館内放送でございます。はい。だいぶ鼻声が良くなってきたので、えー、撮ろうと思うんですけども。いやーひどいね。この花粉症のね、自分に対しての,この自分、自分が花粉に対しての反応がね、もうね、もうやばい。なんかさ、なんか、こう、目が腫れるっていうか、なんかい、いろいろこう差し支えるよね。 あ、そうそう、髪の毛切らないゃな、俺はい。で、えー、っとですね、えー、今日は完全に雑談です。はい。だらだら喋るだけですよ。はい。特に面白いこともないかもしれないんですけども。えー、っとですね、一つご紹介させていただきたいことがあります。これじゃーんはい。なんと、エヴァンゲリオンの初号機と、初号機、二号機、 プラグスーツかなになれるですね <laughs> ヘルメットがですね、えー、ウィンズさんからあ出てますエクスロードの柄なんですけどあ今一瞬出たなこれ、うん、ホームページのやつだからねこれ多分そのここでキャプチャーしても特に問題ないと思うんだけどこんな感じのねヘルメットですはいプラグスーツのね色、まあ、アスカは一緒だけど綾波はこれ完全にプラグスーツですよねで初号機の紫だと のこれだけはプラグスーツの色じゃなくてあのー、エヴァそのものの色ですよねでこれもなんかちょっと目っぽいものがついてはいるけれどもやっぱあのエヴァそのものになりたい人は初号機メット一択じゃないかなこれ予約開始ってあるんですけどどれが一番来ると思いますね僕はやっぱりこの初号機カラーのやつが一番 ね、欲しいなと思うんですけど。まあ、元々あの、テレビシリーズでね、えー、エヴァンゲリオン見てたものとしてはですね、まさか42歳になってまで、まだエヴァンゲリオンの続きが映画とかでやってて、42歳になって、エヴァンゲリオンのヘルメットが買える時代が来るとかね、全く思ってなかったよね。それどころかむしろガンダムも続いてるっていう。 のが不思議だけどさだって俺がほんとね中学校とかでそのぐらいの頃に一生懸命見てたアニメですよ僕はこれ見てらっしゃる方いろんな世代の方いらっしゃると思うんですけどもその方がね子供の頃見てたアニメなんでしょうねそれいまだにあの続いててっていうのはあるのはねなんかその一,一つの日本の文化としてね、えー、確立したなっていう気がしますはい非常に嬉しいですねはい なんかこれ今、予約受付、えー、開始が、予約受付開始が、えー、と、まだ、23日14時間あるから、この先なのかなクリックできない。えっ、ー、と、4月20日より予約受付開始となってます。はい、えー。お楽しみに。はい。このね、エヴァンゲリオンもそうだけど、エヴァンゲリオンとか、なんか、ウルトラマンとか、ガンダムとか、あのー、そうい こういった故障を、えー、その商品としてね、商標としてこう使うってうね、結構あの制約が厳しいんですよ、実を言うとね。で、ここに書いてあること以外の情報をも盛り込んではいけないとか、これあの、あのページの中にエヴァンゲリオン・ウィンズ・ジャパン、エヴァンゲリオン・エックス・ロードって書いてあるじゃないですか。 ね、あの、ここに、例えば、勝手に初号機とか、0号機とか入れてみたりとか、あの、そういう名前付け加えたりとかも絶対ダメだし、ここに書いて、 登場しているあとは、その、レースとかやると、なんかコスプレで、オフィシャルでコスプレで来てるそのレースクイーン的な人たちいる、いたと思うんですけど、今もいるのかなわかんないんだけど、で、そこで、その、そこでなんか、あの、突然一緒にこう宣伝するみたいな、それもね、なんか会社が違うと契約が違うからダメとかね、いろいろ難しいんですよ。で、そういう難しい状況の中で、 コラボモデルが出てきたっていうのはね、いや、なんかすごいなと思いますね。はい。これぜひ皆さん、あの、世代の方、好きな方はですね、えー、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい。<laughs> えっと、あと二輪、全然また話があります。で、二輪関係のニュースをですね、僕、日々、バーイクで検索してニュースタブで見てるんですけども、 今日ね、なんかあのー、4メーカーがあー、電動バイクの規格を共通化するっていうですね、そういう合意をしたみたいな、あのー、記事がありました。はい。で、これ、どういうことかっていうと、バイクのバッテリー、電動バイクのバッテリーの形、採用するバッテリーそのものを同じにしましょうっていう、規格化しようっていう動きなんですね。で、これがあるとどうなるかっていうと、電動バイクや電動自動車の欠点、弱点っていうのは、充電に時間がかかることなんですね。これ、充電しなくても、 例えば、スタンドとかに置いてある、あの、バッテリーと、その、交換するだけですぐ走れちゃうっていう、そういう状況が、発生しますね。まあ、あのー、 ゲームとかでもあるじゃないですか。僕ね、タイタンフォール好きだったんですけども、タイタンフォールなんかだとね、バッテリーをバコンって入れるとね、ゲージがバンバンって増えますけどもね。そういう感じで、えー、使えるようになるっていうことですね。まあ、その規格がどの程度のバッテリーのサイズなのか、何に向けての品物、要はスクーターなのか、中型車、大型車みたいな重いものに対して、出力が大きいものに対して、 使うものなのなかっていうのはまだ出てきてないんですけどもこれはまあ,あの誰もがそうだったらいいなと思,思ったものがですね、えー、現実実現に向けて少し動き出したということなので僕は非常にこう楽しみにしてますはいだってかっこいいじゃんねあのバッテリーをジャコンとこう挿すだけでさ動いてさそのスタンドとかでシャシャっとこう変えるとさあのビューンとか言ってで電動バイクのいいところはデザインに制限がない っっってていううこととだっての僕前言ったと思うんですけども本当ね、あのー、あるべきものは、バイクに対してあるべきものがなくていいんですよ。要はエンジンとか、ね、ガソリンタンクとかなくていいわけだから、要はモーターとハンドルとシートがあればいいだけなんですよ。あとバッテリーね。なので、えー、そういったその、今までの既存の制約に縛られないデザインってね、たくさん出てくるんじゃないのかなって思ってて。 で、そこでそのバッテリーがね、えー、交換するだけで走れる。これ自体はオートバイにとっては非常に大きいアドバンテージだと思います。なんでかっていうと、車に比べて、 軽くて小型だからバッテリーそのものもそんなにこうヘビーなものを用意しなくても走れちゃうわけですね。えー、そう考えるとですね、非常にこう、まあ脱ガソリンとまあ、まあ脱ガソリンはしないと思うんですけども、まあそれに向けてのインフラ整備としてはですね、の第一歩としてはとてもなんか楽しみだなと思います。で、これっていうのは実を言うとものすごい大きな可能性を秘めていて、例えばバッテリー、 バッテリーって要はただの電源なんで、バイクに使うっていう先入観ではなく、バイクにも使えるっていう企画であるはずなんですね。きっとそうなんですよ。ということは、ある程度大きな発電量を必要とする電子、電,電気の 電気で動く機器がですね、規格が共通化すると、バッテリーが全部スタンドでこう交換するだけで新しくどんどんですね、使えていくっていう、そういう状態になっていくんじゃないかなと思います。多分ね、そのバッテリーそのものに、 えー、おそらく、直接取り出せる電源ってのは USB ぐらいはついてると思うんですよ。ついてる状態きっとなると思うんですね。で、まあ、100V 電源は多分つかないと思うんですけども、5VUSB 電源 2A、5A ぐらいまではきっとつくと思うんですよ。そうすると大体のコンピューター関係の電子機器で動かせる予備、あの、そういうバッテリーとして、ねえー、使うこともできると思うし、 今、発電機が必要なあアイテム、えー、キャンプでもそうですけども、非常用電源としてもきっと使えるような仕様に持ってくるんじゃないのかなと思います。だって電動自動車がそうだもん。電気自動車が非常電源として使えるようなプラットフォームとしてね、進化しているわけだから、バイクの方のね、えー、電源がそっちに進化しないとは僕は到底思えないのね。だからね、あの、すごくこう、 広がりのある話じゃないかな移動するためのものをだけとして使うとそれにバイクっていう市場だし非常にこう広がりがちっちゃくなってしまうと思うのねだからそういうのはいろんなものに使える汎用性を持ってきっと出てくるんじゃないかなと思いますで形なんだけど僕できれば本当タイタンホールに出てきたよ、ね、こうな円筒型でこうピコーンって光ってるやつがかっこよくて中二病っぽくてすごくいいと思うんですけども多分そういうのじゃなくて四角いと思いますはい四角くて だって円、円ってね、あのー、隙間ができるから。あの、例えば円、円筒のものを2個並べるとね、その隙間できちゃうでしょで、そういうのデッドスペースだから、あんまりね、えー、バッテリーのデザイン上、円筒っていうのはね、実を言うとあんまり好きくない。 嫌われてるんですね。昔の企画としての乾電値があるから、しょうがねえから筒状のものがあるっていうだけで、今大体いい携帯もそうだけど、専用バッテリーってみんな四角いでしょ。あれっていうのは非常にそのケースの中に充填できる効率を考えてるからなんですね。多分四角い、四角くてですね、四角柱みたいな形の えー、バッテリーが、ああ、起立案されて、で、車種によってそれを並列で2個3個っていう風にスロットルがあ,あって、ボーボーボ,ーボーって入れられるような感じになっていくんじゃないかな。で、でそれが一つの規格なのか、大きい規格と小さい規格で、えー、並列していくのかわかんないんですけども、まあ多分最初はそのね、あの、種類が多いと、充電器側もきっと圧迫すると思うんで、一つの規格でやっていくと思うんですよね。例えばこの電動バイクは、このバッテリー1個で、 ね、えー、どれくらい動くよ。このバイクはバッテリー並列2個で動くよ。これは直列2個でし、高出力が出るバイク、バイクで電動バイクだよとかですね。そういう感じで、えー、いろんなこう派生していくんじゃないかな。例えばそのバッテリーをそのまま使って4輪車走らせるとしたら、ね、そのバッテリーを8本入れることになるとかね。で、それをスタンドで交換すればすぐに充電可能。で多分充電そのものも あの高くはないように設定されていると思うんですよね。まあバッテリーそのものの保証金がきっとかかると思うんですけど、おそらく、一回充電して交換するっていうので考えると、まあ僕の予想では500円以下じゃないのかな。うん。それぐらいじゃないと逆にメリットがないですね。ガソリン車との500円以下。僕正直、1本あたり100円とかにしないと、 難しいかなと思ってるんですよ。あの、例えば1個で原付クラスのバイクが、あ電動で、えー、例えば50キロとかね、100キロとか走れる。まあ、50から100走れますよ。えー、まあ、それでもガソリン車には劣るわけですけれども、まあ、それで1回充電して、え、走るのに、やっぱガソリンのランニングコスト以下じゃないとね、やっぱ人々のところには浸透していかないと思うんですよ。はい。じゃないと何のためのエコだよっていう話だから。 ね。で、まあ、自分で買えるバッテリーと、あとレンタルでこう使い回せるバッテリーってって多分世の中に現れてきて、えぇ、ー、ね、郵政、郵便局とかでもできるようにするみたいな書いてありましたけども、多分充電スタンドとかあ、充電バッテリーありますみたいなお店っていうのがね、すごくこう増えていくんじゃないのかなって僕は思います。多分ね、コンビニでできるようになるんじゃないかなって僕は思いますね。 はい。すごく楽しい妄想ができました。はい。あの記事だけですごく楽しい妄想をさせていただきました。はい。ありがとうございます。で僕は、あのー、まあ、バイク、電動バイクって別になんか、そんなもん嫌だよっていう人もね、きっといると思うんですけども、まあ、そこが電動になること自体は僕はあんまりその抵抗って実はなくて、 とバイクのガソリン車も残るだろうし、電動なら電動じゃないとできない話ってのはきっとね、たくさんあると思うので、そういうところには未来を感じますね。うん、すごく、えー、いいと思います。はい。ただその電気にしたらね、エコ,エコなのかってね、えー、言うと、まあ、あのー、ね、環境負荷に関してはいろんな意見があるとは思うんですけども。 まあ確かにその CO2 の排出量自体が今とんでもない話になってますので、えー、まあその辺何もしないよりはまあしないんじゃないのかなと思います。はい。あとはまあ電動だったらね、ガソリン車であるような長期保管で不具合が出るってこともないので、 はい、えー。そういう意味では非常にこう入りやすい趣味になっていってくれるんじゃないかな。ね。あの、ガソリンのキャブシャーなんてね、あの、半年乗らなかったら腐ってたり錆びてたりして、してえー、タンクが錆びてたりとかね。もういろんなことが起きますからね。もう生物と同じですよ。もう大変なんですから、もう本当に。はい。電気になればそれはなくなるでしょう。と思います。はい。えー、とね、そう、今日はね、そう、雑談で、もう一個ね、 ここの最近僕が、あの、お気に入りで、全然知らない方なんですけども、たまにその、見させてもらってる、YouTube の方がいてですね、あの、スルー外人アイズさんっていう、外人さん、自分で外人って言ってロシアの人なんですけど書いて、YouTube されてる方がいるんですけど、まあ、このページだけちょっと見しておきますけど、 あの、ページ名はね、この、チャンネル名、ローマンさん、ローマンってなってますね。スルーガイジンアイズさん。これで、あの、何にも言わないんで、このホームのトップ、トップ、えっ、ー、とね、このトップ、トップってどうやって出すんだろう。出てこうね。あの、トップページに、その、チャンネル、最初にその登録してない人が見るト,トップページに、あの、普通に、あの、なの、 紹介動画とかあるじゃないですか。あれを見るだけでもね、あもうすっごい面白いですよ。あの、なんかね、ほっこりする。ほっこりするっていうか <laughs>。なんかね、あの、マナーの悪い運転してる人見ると、この、ならず者だよねっていうね、ならず者ってすげえ表現だな <laughs> って思うんだけど。 この人がね、最近すごい、最近とか、まあずっと前からなんですけども、ツイッターとかも拝見してて、いいんですよ。なんかいいんです、すごく。はい。ぜひ、皆さん、あの、ローマンさんの、あの動画見てみてください。すごいね、あの、動画の本数では少ないんですけど、再生数がすごいんだよね。ね、こういうのすごく、 才能あるなと思います。僕ね、動画の本数はすごく多いけども、再生数が全然伸びてないやつは全然伸びてないっていうね、あの、なんか、非常にこう乱高下がある人間です。はい。あと、基本的に体調が悪いときは動画の更新をサボるというですね、えー、そういうことをやっちゃいますんで、うん。もうちょっと真面目に頑張りたいんですけどね。はい。いや、でも今ね、ほっとね、いろいろ、花粉症もそうなんですけど、いろいろあって辛い。 いろいろあって、体調面ね。はい。本当はこのシーズンってね、もう新緑芽吹いて春うららでね、とてもその、バイクを乗るのにはいいシーズンのはずなんですけど、僕はね、ちょっと外を歩いただけでこの状態になってしまうんで、もうなんとかしたいもう、もう、もう、だってレーザーで焼こうが薬飲もうがダメだったのね。かもう、あと残ってないんだよな。注射もやったことあるけどさ。 なんかヤクルト飲むといいとか蜂蜜舐めるといいとかね、いろんな民間療法があるんですけど、そんなの普段からやってるけど、全然ダメ。もう、ほんらと辛いわ。はい。話しながらも最初に比べて僕、かなり鼻声になってるでしょ。これ何でかって言われて、鼻水が溜まってて、ちょっと垂れてきたんですね。ね。えー、そのわけで、えー、皆さん、二宮翔平、いつも見ていただいてありがとうございます。応援してもらってありがとうございます。はい。 本当に申し,申し訳ない。なんか、申し訳ないっていうかありがたいですね。えー、今後もですね、あの僕、動画を撮るのがライフワークで、えー、楽しくやってますので、お話、お付き合いいただければあ幸いです。はい。今日もご視聴ありがとうございました。失礼します。